ステファン・マイヤーホーファー、ステファン・マイヤーホーファー、ステファン・メイヤーホーファー、1982年8月16日隊は、オーストリアガブリッツ出身の元同国代表サッカー、選手。オーストリア・ブンデスリーガ SV マッテルスブルク所属。ポジションはフォワード。ドイツ・ブンデスリーが最長新選手の記録保持者である。23歳まではオーストリア5部、4部、3部のチームで、プレー。 しかし、オーストリア3部ではスタミンに定着できず、主な活躍上は、オーストリア4部であった。プロサッカー選手の夢を常に持ちながらも、専門学校で料理人としての育成を受け、正式なマイスターのライセンスを取得する。しかし本人は、プロサッカーへの憧れを捨てきれず、オーストリアブンデスリーガの SK ラピードウィーニア、エアステリーガ、オーストリア2部のクラブ等で、 幾度も練習参加をし、テストを受けが不合格。しかし2005年の夏、特別に一度だけと練習参加を許された、ドイツブンデスリーガの名門 FC バイエルンミュンヘンセカンドチーム、FC バイエルンミュンヘン2位で、同チームのヘアマン・ゲアランド監督に見出され、初のプロ契約を FC バイエルンミュンヘンで得るという快挙を成し遂げる。 f c バイエルンミュンヘンセカンドチームが所属しているレギオナルリーがドイツ3部で初年度から28試合に出場10得点を記録するなど予想以上の活躍を見せ長い下積み時代からの社会人としての豊富な経験もあったことからシーズン途中からはチームの首相に任命される当時のチームメイトにはマッツ・フンメルス、ミハイル・レンジング、マークス・シュタインヘイファー フリオドス・サントスなどがいた。センターフォワードとして、ワントップもしくは主に、ペルー代表のパオロ・ゲレーロと共に、ツープを組みプレイした。2006年夏からは、フェリックス・マガト監督の元トップチームの練習に、参加するようになり、同年10月及び11月には、ドイツ分でスリーガでも出場を果たす、アイントラハとフランクフルト、ハノーファー96戦。 同時にサテライトチームでも得点を量産。しかしトップチームでは、ロイ・マカーイやクラウディオ・ピサーロ放出が決定したものの、同時にミロスラ・フクローゼやルカ・トーニの獲得、他にもルーカス・スポドルスキの残留も決定したため、マイヤー・ホーファーのスタメン定着は、厳しい状況になった。2007年2月に FC ・バイエルン・ミュンヘンを退団し、ドイツ2部のチームでプレー。 2008年1月には4年前に練習参加をし、不合格の通知を受けた、オーストリア・ブンデスリーガの SK ラピードウィーに、レンタル移籍。11試合で7得点に4アシストの活躍を見せ、チームはリーグ優勝。自身は同クラブへの完全移籍を勝ち取る。翌年には35試合で23得点を挙げる、活躍を見せた。2009から2010シーズンは、 期限ギリギリの8月31日に当時、イングランドプレミアリーグに所属していた、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC へ移籍。だがここでは8試合1得点と結果を残せず、2010年3月15日から4月8日まで、ブリストルシティ FC に、レンタル移籍した、3試合に出場。2010年8月に、MSV デュースブルクへ、レンタル移籍、ドイツへ復帰した。 スタメンに定着し主力として活躍するものの、シーズン途中に中足骨を骨折し、27試合出場8得点、3アシストでシーズンを終える。ドイツカップでは5試合で4得点にアシストを記録し、チームの準優勝に貢献するが、中足骨骨折の影響により、決勝のシャルケレイ4戦のみ出場できなかった。2011年8月に、 オーストリア・ブンデスリーガのレッドブル・ザルツブルクに完全一席。移籍初年度から背番号9を背負い、オーストリア・ブンデスリーガとオーストリアカップの2冠獲得に婚した。この時期には後に、カシワ・レイソルやバイフォーレ甲府で活躍することになる、クリスティアーノ・ダ・シューバと共にプレーしている。その後は当時ブンデスリーガ2部に所属していた FC ・ケルンやチャンピオンシップのミルウォール FC で、 プレイした後に、オーストリアブンデスリーガで残留争いをしていた、SC ビーナーのイシュタット2席。SC ビーナーのイシュタットでの契約は、選手本人の希望により2014年11月から2015年6月までの短期契約であり、同時に2015年1月の時点で、イングランドプレミアリーグもしくはチャンピンシップからオファーがあった場合は、クラブ側が、 違約金ゼロでの移籍を認めるという内容であった。実際二千十五年一月にチャンピオンシップのミルウォール FC からシーズン終了までの再加入のオファーを受け、キャリア四回目となるイングランドへの移籍を果たす。SC ビーナーのイシュタットでの所属期間は、わずか七週間であったが、四試合で一得点一アシスト、厳しい状況にあったチームに加入し、素晴らしいモチベーターとして、 チーム全体にポジティブエネルギーを与えてくれた。そして彼のおかげで、我がクラブはそれまで、ほぼ経験したことがないような世間からの大きな注目を浴びることとなったとクラブは発表し、マイヤーホーファーが残した多大な功績を称えるために、彼の背番号39を永久欠番にした。2016年2月に、スロバキア一部に所属する AS トレンチームに加入。 リーグ優勝とスロベンスキーポハール、スロバキアカップ優勝と2冠を獲得した。遅咲きであったため、ユースカテゴリー等での代表経験はないが、ヨーゼフ・ヒッケル・スベルガー代表監督は、マイヤー・ホーハーを2008年 UEFA、ヨーロッパ選手権オーストリア・スイス大会の大メンバーに招集した。この大会では、出場機会はなかったものの、同年8月20日の親善試合、 イタリア戦で代表デビュー。2009年9月5日のワールドカップ予選、フェロー初当戦では代表初ゴールを6した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。